アテネオリンピックアジア最終予選は12チームが3つのグループに分かれて2回戦総当たりのリーグ戦を行います。日本はグループ B、 バーレーン、UAE、レバノンといずれも中東勢との戦いとなりました。アテネオリンピックに出場できるのは各グループの1位のみ。油断のできない厳しい戦いです。日程は3月1日から5日まで UAE ラウンド、3月14日からは日本ラウンド。アテネを目指せ日本代表。鈴木啓太と今野、右に徳永、左森崎浩二、トップ下ご紹介したように松井、そして平山、田中達也という2トップです。中盤の両サイドの選手も下がって今は5バック気味、ね、さあ森崎抜けてくるチャンスだ。日本松井が待っています。そして遠いサイドから平山、レディーシュート、ビッグチャンスでした日本。その後の修正は早くしないといけないですよね。後ろに落としてシュートに来た、と詰めてきます。松井、松井前が空いてシュートに来た、とキーパー防いだ。あー、キーパー万全ではありませんでしたが、ディフェンス入ったのが6番のホスレイ、奪い返した田中、田中がドリブル入る、チャンスだ、田中のシュート、キーパーが引いて弾いて、下がゴールキーパーが防ぎました。田中、あ、日本の選手が裏振りになります。トゥーリを落として山瀬のシュート、近いサイドへ、その高松のヘディング、後ろから来た、ダメ、ラスのシュートは正面でした。いやー、アラーフバイル、アラーフバイルから後ろからスルーパス、あー、日本危ない、オフサイドあります、日本危ないよ、林防いだ、よく防いだ林、しかしまだ日本ピンチだ、林が出てくる、足がかかりましたが、ここはファールはありません。そしてまだボールが出てません。あ、林に対するファールを取りました。今最後ボールを林がクリアしたところ、林が一旦はクリアしたボールが徳永が入れてくる、平山落として後ろから山瀬のシュート、ここもディフェンスが防ぐ、あーっと、ここで試合終了。日本最終予選の初戦勝ち点1にとどまりました。中盤に石川、トゥーリオナスというディフェンス、今野、鈴木というボランチ、右石川、左森崎浩二、松井がトップ下、フォワードは平山と田中達也。耐えなかったですからね、特に裏にスペースが生まれる状況がなかったので、そのあたりがね少し心配されますけれども、あ、日本の選手が今一人倒れている、空中戦で頭を打ちましたか、トゥーリオです。水への速いスローイン、チャンスだ、ヘディングシュート、キーパーついた、弾かれた平山のヘディングシュート、決定的でした。いやー惜しかった日本、惜しいですね、いい形作りました。左と右がちょっと変わった状況になってます、ね、それとですね、3人レバノンが残ってるんです。あ、チャンスですよ、大きいチャンスだー、とキーパーついた、もう一度今度は田中達也、ダメ、鈴木啓太のシュートは、あー、日本立て続けのチャンスダメ、フリーで待つ石川が仕掛けていきます。田中が近いサイド、平山遠いサイド、その平山のヘディングシュートだーと、クロスバー、今度はクロスバー、またもゴールを奪うことが、まだこじ開けることができません。平山の高さを使う、チャンスだ、田中、田中のヘディング、決まった、決まった、アテネようやく日本のゴール、日本先制点を取りました。ようやくこじ開けました、田中。武田以上になったような感じでしたよね。いや、まだチャンスですよ、田中いますよ、鈴木が待っている、鈴木のシュート、いやー、日本2点目、前半の33分、日本2点目、先制点から4分後、今度はもっと簡単にこう中で、高松でも高さもありますし、そうですね、いい形ですよ。さあ田中から高松が待ちます、高松、高松のシュート、日本待望の3点目、後半出場の高松、3対0に高松です。いやー、ナイスボールだ。さあ石川からチャンスになる、石川がスピードを浮かすチャンスだ、坂田に戻して坂田のシュート、後ろから森崎浩二、さあトゥーリオゴール前、そのトゥーリオがトゥーリオを越していきます、後ろから石川のシュートだ、いやー、シュートが決めてくれた、後半ロスタイム日本4点目。いや、これは大きいですよ、4点目、いや、素晴らしいサッカーというのはね、今日は 100% できましたよね。日本前半2点、後半2点、4対0、無失点、しかも今日はカードもなく、はい、怪我人もなく、ゴールキーパーは林です。
ディフェンスラインはトゥーリオ、ナス、そして今大会初めてモニワ、ボランチはコンロと鈴木、右に徳永、左森崎浩二、そして攻撃的な中盤のポジションには初先発になります山瀬、平山と田中達也の2トップです。平山がディフェンスに帰っています日本です。ドリブル、夏が応対しています。いやいい応対ですよ。この辺りが早くしたいですよ。森崎です。平山が奪いに行きます。ノーフェースに飛び出す田中という役割分担のように見えます。そうですよね。縄風を奪いですよ。日本危ない、日本危ない、危なかった日本。徳永が中に絞ってのディフェンス、助かりました日本です。戻りました日本。前半のピンチ直接狙ってきました。徳之島穴、これも助かった日本。ゴールキックです。選手が入っている UAE です。クロスが入ってきます。ナワフ・ムバラクのヘディングシュートだ。ーこれも助かった。今日でいいクロスが一つありました。遠いところで高松手を挙げた。いやチャンスだ、ヘディングシュートだーと田中達也は。クロスが入ります。イスマイル・マタルへ。日本森崎の対応、イスマイル・マタルがシュートに来る。しっかりブラ今度、危ない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 、足がかかってる、足がかかって、今度の後方へのパスは致命を目がけて、ロングボールっていうのも一つの UAE の戦術かもしれないですね。田中倒される。いやここは UAE に対してカードが出そうです。今は田中が絶妙のコントロールからワンタッチで前を、ね、チャンス、これチャンスですよ。田中達也、松井、今度が出てきた。いやいいですよ田中達也、田中のシュートをこぼれて、いやーたー決まった日本、日本決めた。後半の40分、日本ゴールをこじ開けた。山本監督の思惑通り、まずは無失点。まだロスタイムも含めて時間はありますからね、はい。さあ日本にボールが出た、チャンスがシュート見た、うわ入った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 でしょ。アシスタントレフリーは、アシスタントレフリーは、そしてレフリーはゴールイン、日本追加点、日本素晴らしい追加点、田中達也のミドルシュート。さあ時計を見て、さあここで試合終了の笛、日本勝ちました2対0、逆転でグループ B 首位に立ちました。敵地前半の UAE ラウンドを日本首位で折り返しました。いや井原さん、今日のゲームは、はい、まずは絶対、過去3試合無失点の林、3バックは右からモニワ・トゥーリオ・ナス、鈴木と今野のおなじみのコンビ、右サイドに徳永、左サイドに初スタメンの根本、そして2トップの後方に前田も初先発です。そして田中達也と高松が今日先発を、の大学生早稲田大学、もう田中、技術を見せた、シュートチャンスが来た、ディフェンス入りました。これ根本ね、いいキッカーですから、根本が入れる、近いサイドでした、シュートは外れていきました。ニアサイドに入ってきたのはナスです。いやーぴったり、トゥーリオがもうディフェンスに入って、このままあっと奪われてしまった。日本はこの辺りを注意しなければいけませんが、今度ちょっとトゥーリオ痛んでますね。あ、トゥーリオは倒れています。少しバランスを失った倒れ方をしてしまいましたが、前半の30分で日本トゥーリオに代わって阿部の投入です。もともとは中盤の下がり目、ボランチの位置を得意としている阿部ですが、このチームでは狙っていうのが一つ手なんですけどね。阿部は、うん、おっとトリックプレーできた、ミドルシュートだ、鈴木、そして前田、田中、田中ドリブルか、シュートだー、正面、あ、逆にバーレーン、カウンターのチャンス、ホイッスルは、ナスにイエローカードです。戻りながらのディフェンスで、キッカーになれそう、直接いった、壁に当たる、こぼれ球、小さい、フリーだ、シュート、バーレーン先制しました。セットプレーからのこぼれ球、フリーでシュートを打たれてしまいます。いいところで松井が来た、ボール動かしたいですよね、うん、左サイドをつないだ、ナスが上がる、ナスのクロスが入る、そして高松が来た、高松が来る、キープできません。
後半の間もなく41分、1点を追いかける日本、ゴール正面のフリーキック、キーパーね、かなりね壁の裏をね意識してるんですけど、阿部一旦日本の選手に当たった、どこが、ね、当たったんですかね、浮かせたボールに1本、まだ時計は進みます、ロスタイムの4分内に突入しています。前田、タイムアップの笛、日本バーレーンに敗れました。最終予選初めての黒星、この阿部にとっては絶好のポジション、今日はモニア君に当ててほしくないなと思いますけどね、はい、これからあの勢いをつけていくためにもここで1点ねズドンと決めてほしいなと思うんですよ。呼び戻された阿部としてもここは決めておきたいところですが、変化球決まった、よっしゃ日本先制点、素晴らしいですね、今のは軽くカーブがかかってネットを揺すりました。前半の14分、日本先制、大事な試合で戻ってきた阿部が得意のフリーキックで決めてみせました、はい、これは日本にとってね立ち上がり寄せ寄せていった時その時間に点を取れたというのはね、レバノンにとってはもうちょっとこのゲーム厳しいなと思わせるくらいの1点ですよ。追加の措置で出場停止が3人いました、ね、仕掛けて大久保のそうですよ、エアージさあかわしていく、中にいいのが入った、チャンスだ、まだあります、森崎がフォローする、レバノンは押し上げるところでもこれを攻め切ってよっしゃ、さあ平山だ、シュートがあっとディフェンスが当たる、手前側のサイドを森崎上がる、シュート大久保が欲しがるシュート、うん、いいタイミング、手を取ることでしょう、さあ相手は1人を残して全員がペナルティエリアの中に入った、チャンスだ、いいタイミングで入ってき、まあ、松井君とか、あっと危ない、日本ピンチ、今日初めてのピンチだ、追いつかれてしまった、日本一瞬の隙をつかれました、後半の23分、日本追いつかれた、大久保が松井のところに降りて田中と平山のツートップでしょうね、早めに出る、チャンスだ、勝ち越した日本、答えました、初めて起用された大久保、よしよし、追いつかれてすぐ勝ち越し、後半の24分、やっぱりね相手も得点を取った後っていうのはサッカーっていうのは失点する時間帯でもあるんですよね、気持ちを落とさなかった、もう一人行った方がいいですね、早めに出る平山、止める、大久保シュート、キーパーのファインセーブで、後半38分経過、今のエリシュート、これもキーパーが弾く、これもキーパーが弾く、森崎がフォローします、終わりましたね、ここで試合終了、日本勝って8点を10、そして日本また森崎と阿部がいて、遠いところには20番の平山、イボライエキショットを決めた、先制、当てられるかで日本1点、日本先制、日本先制しました、阿部がいいボール上げましたね、蹴るのは森崎浩二が左足、待ってる平山のヘディング、拾っている、オフサイド、裏から上がった、オフサイドです、平山がマークを嫌いながら近いサイドに入ってきますが、遠いサイドはモニワのヘディングシュート、
まだあるまだあるまだある、モニワがまだ頭抱えていますがまだあります。そのモニワにボールが転がった、西ヶ丘で得点が動きました。バーレーンが先に点を取りました。前半の25分バーレーン先制、セットプレーからフリーキックからですが、ディフェンスの16、イスマイル・マダル、キーパーの林がここまで出てくる、ここまで出てきた、スローインに逃げました。ナスも上がってきて近いサイドに入ってきて低いボール、ナス、イエース、決まった、2点目、日本2対0、アテネが近づいた、日本2対0、大久保のゴールで日本2対0と引き離します。左足で森崎が入れてきてゴール前、こぼれている、シュートだ、おっとクロスバーだった、こぼれている、こぼれている、そしてシュート決まった、3点目、後半の立ち上がり日本3対0、また大久保今日2点目、3対0日本、アテネがまた近づいた、日本3対0。後半の立ち上がり日本が3点目を取りました。いやよく大久保がね、日本が今度は右サイドでボールをキープします。徳永上がってくる、低いクロスを田中のシュート、田中のシュート、ポストでした、キーパーに当たって跳ね返りましたけれども惜しむことは、上がる、大久保に渡す、平山左、森が前に来た、平山来た、平山抜けた、平山キーパーと1対1シュート、試合終了、日本3対0 UAE を下しました。西ヶ丘はまだ試合が終わっていません。終わった時点でアテネ進出が決まります。試合終了、日本アテネが決まりました。3大会連続7回目のオリンピック、日本苦しんで苦しんでようやく掴んだアテネへの切符です。山本監督はようやく笑顔、厳しかった苦しかった表情から選手の表情に笑顔、アテネが決まりました。お庭が顔を押さえています、平山の顔にも笑顔、そしてここで今サポーターも日本のアテネ行きを確信しました。日本3大会連続7回目のオリンピック、メンバーの涙があるでしょうか。